況爆発。その後世界は言葉だけになった。意味だけの世界、肉体のいらない街。ビル群は巨大な共同墓地になった。割れた窓から焼けただれた変や神妙が覗いていた。すべての言葉は過去形になった。すべての文字は傷跡になった。血液のようなインクのシミが黒ずんだかさぶたに変わる頃、それを剥がすように無意味の風が吹き抜けていった。すべての歌は BGM になった。すべての映画はコマーシャルになった。すべての小説は実話をもとにしたフィクションとされ、涙を要求された。人々は涙を流すために涙を流し、涙は遥か上空から雨になって降り注ぐ。言葉の雨は放射能によく似ていて、目に見えないやり方で人々を傷つける。だけどそれは麻薬にもよく似ていて、人々に天使の幻を見せるのだった。共同墓地の上空を今日も天使たちが飛び交っている。天使の放つ矢に射抜かれた人々は愛したり憎んだりを繰り返している。よくご覧なさい。あれは青い鳥なんかじゃないし、ハート型 UFO でもない。言葉そのものですよってね。東京爆発。その後世界は言葉だけになった。ビル群は巨大な集積回路になった。人工衛星から見るとそれは広大なサーバー施設に似ていた。全ての記憶は記録されたし、記録されなかったものは存在しえなかった。言葉の幽霊と書いて言霊のような無意味が、意味を求めて街をさまようが、彼らは天使たちにすべからく包囲。天使たちの弓矢は正しさでよく磨き上げられている。撃たれたものはすべからくポップする。爆発試算した言霊が今日も一陣の風となって墓地を吹き抜ける。パルスの星屑となって電子回路を滴り落ちる。言葉は中絶された未来形となるだろう。流されるスレスレのところでナイフを当てながら恋になるのを夢見て。